音陽古行思想は中国の春秋戦国時代頃に発生した音陽説と古行説、それぞれ無関係に生まれた考え方が後に結合した。音陽古行説、音陽古行論とも言う、音陽思想と古行思想との組み合わせによって、より複雑な事象の説明がなされるようになった。音陽道などにおいては、戦術などに用いられることもあった。詳細は、漢詞を、 三章音苗五行説の基本は、木、火、土、金、水の五行にそれぞれ音名を二つずつ配する。こう、おつ、へい、てい、ぼ、おのれ、かのえ、しん、みのえ、きは、音読みでは、こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、きと読む。音読みでは、音名と五行にどう対応しているかわかりにくいが、音名は、 語尾の絵が日、とが影である。語源は絵は兄、とは弟である。絵との呼び名はここに由来する。絵とは本来実感ないし監視の故障だった。木の絵は木の日という意味。十二支にも五行が配されている。その前提として季節に対応する五行は春が木、夏が日、秋が金、冬は水である。土はどこへ来るかというと、 四季それぞれの最後の約十八日である。有名な土曜の牛の日は夏の最後の時期の牛の日ということである。各季節に十二支を配すると、となる。十二支の音量は、子から数えていき、奇数番目は火、玉数番目は影となる。実感と十二支が組み合わさるとき、影と火の組み合わせはなく、火と日影と影の組み合わせのみとなる。そのため、 十十二イコール百二十とはならず、半分の六十通りになる。木の絵虎はあっても、おつ虎はない、おつぼはあっても、こうはない。陰陽古行説の暦、また、それをもとにした占いは、立春を一年の始まりとしている。また月の始まりも一日ではなく、二十四節気の、内ち月の前半に来る十二の節が月の始めとなる。 このように節から次の節の前日までの間を1、1ヶ月とする月の区切り方を節切り、その月を節月という。また月の節入りという。だから召喚から、立春前日の年の漢詩は前年のえととなるし、月の漢詩は12月の牛となる。音名五行節とは前日の通り、音名節と五行節を組み合わせたものである。 漢詩の四次編の音陽集運説から発展している。五行と音陽の結合の発想は、駅の節家伝に基づいている。節家伝における、地を、四方の中央とし、これに音陽と精神を加えている。音陽説は古代中国神話に登場する帝王、不次が作り出したものであり、すべての事象は、それだけが単独で存在するのではなく、 影と、陽という、相反する形で存在し、それぞれが象徴を繰り返すという思想である。音明は型に示すことができないもので、分析すれば、千変万化となる。音明は、どのように相対する両極のどちらに属性が、高いかによってに分類する考え方である。固定的なものではなく、振り子が一方に振り切れると反対方向に戻るように、そのバランスは常に変化し増減している。 五行説は、地水に功績をあげて、旬から禅上されたうが、地水にあたって天帝から与えられた九種類の大原則の第一として、五行が明記されている。この起源については、東西南北の四方に中央を加えたものという考え方と、肉眼で観察が可能な五つの惑星、五星に塩原があるとする考え方がある。詳細は、五行思想を、 参照五行説の特徴は、総章と総国という、それぞれの要素同士が、お互いに影響を与え合うという考え方である。相手の要素を補い、強める影響を与えるものを、総章。相手の要素を抑え、弱める影響を与えるものを、総国という。注意しておきたいのは、総章は相手を強めるので常に良い。総国は相手を弱めるので常に悪い。 という捉え方ではないことである。五行相章、木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、水は木を生ずという関係を五行相章という。木は燃えて、火になり、火が燃えた後には、灰が生じ、土が集まって、山となった場所からは、鉱物が産出し、金は腐食して、水に帰り、水は木を成長させる。 という具合に木々土金水木の順に相手を強める影響をもたらすということが五行総称である。五行相国、水は火に勝ち、火は金に勝ち、金は木に勝ち、木は土に勝ち、土は水に勝つという関係を五行相国という。水は火を消し、火は金を溶かし、金でできた刃物は木を切り倒し、木は土を押しのけて成長し、土は水の流れをせき止めるという具合に、 水は火に、火は金に、金は木に、木は土に、土は水に影響を与え、弱めるということが、五行相国である。仏教儒教と同じ五世紀から六世紀に、日本には歴法などと共に伝わり、律令により、音明寮という役所が設置された。その後、道教の道術を取り入れて、音明道へと日本独自の発展をした。また、音明五行思想は、 年中行事にも強い影響を与えているとする説もある。それによれば、正月は虎、盆は、猿となっており、それぞれ春、秋の初めを示す。正月は、木木夏季の初めでもあり、門松を飾ったり、とんど、祭りをしたりする。対して盆は、水祭りとして灯籠流しなどが行われる。また、音苗のバランスを取るためにとんドは、水辺で行われ。 灯籠流しは火を灯した船を水に流す。ありがとうございます。